こんにちは、チェロ奏者の中原きぬえです。 Q&A シリーズ3回目の今回は、先日ご質問をいただきました、 Amazon などで買える2万8000円のチェロはどんな調整が必要なのにお答えしてみたいと思います。実は私も以前ある機会のために4万400円のチェロを楽天で購入したことがあります。この時2万8000円のチェロが売り切れていて、4万400円のチェロでしたらすぐお届けできますよって言われたので、じゃあそれでお願いしますってなって届いたものでした。この時のことを交えてお話ししてみたいと思います。棺桶みたいなでっかい段ボールが大和さんで組み立て式家具のように届くわけですけれども、当然ペグは全部緩んでコマは外れてっていう状態なわけです。自分で所定の位置にコマを立て、弦を張って、さあ弾こうかなと思ったら、今度弦高が高いわけです。とても抑えられる高さじゃないぐらい高いわけです。弦高って何なのかお話ししておこうと思います。この黒い部分ですね、これを指の板って書いて、指板って言います。この指板と弦の間の高さですね。この高さを弦高というわけです。で、第一ポジションからして高いっていうのは普通あんまりないんですけれども、その4万400円のチェロは、もう第一ポジションからして抑えられなかったぐらい高かったので、このナットっていうところですね、このナットとそれからコマですね、コマの高さを下げて、この弦高を調整するわけです。弾ける高さですね、通常の高さに、整えるということですね。どうしても安い分粗く作られているので、弾くためのざっくりとした調整が必要になるわけですね。先ほどのコマが外れているような時点でもう楽器屋さんに行こうって感じですね。今お話しした弦高の調整や全体のチェックであれば、ご予算は8000円程度かなというふうに思います。楽器屋さんに電話して弾ける状態にしてくださいってお願いしてみてくださいね。ただ全部フルセットで送料込みで、そしてすぐ届くという点では、ちょっと弾いてみたいというお気持ちに応えられるすごい商品だと思います。レビュー通り調整込み込みってこともありますけどね。例えばこういうところが粗く作られていると弦が傷みやすく切れやすいわけです。こういったところをプロの方に見ていただく機会だと思っていただいていいかなというふうに思います。またですね、湿度の高い時に木は膨張して乾燥している時に縮むわけですけれども、弦楽器は横板で横に広がるのが止められていますので、上に膨張するわけです。そうしますと表板は上に膨張して駒の位置も高くなるわけです。それで湿度の高い時は弦高が高くなるわけですね。そういったことも踏まえた上で楽器屋さんというのは調整してくれますので、やはりプロの方にお任せをするというのが一番いいかなというふうに思います。調整という言葉を辞書で調べますと、調子や過不足などを整えて基準や正常な状態に戻すことってあるんですね。ほぼこのままだと思っていただいていいと思うんですが、楽器に関してはさらに音の調整という面があります。音の際立ちですね、レスポンスを整えたり、音のバランスを整えたりっていうことだったりね、いろいろな調整が他にもあったりしますよ。いかがでしたでしょうか。 Q&A シリーズ3回目の今回は、2万8000円のチェロってどうなの、調整って何ってお話をしてまいりました。それではまた別の動画でお会いできたらと思います。ありがとうございました。